京都都市圏は、京都府京都市を中心に、社会的、経済的な一体性のある地域をまとめて指す、呼び名である。琵琶湖ホールと大津市街地京都都市圏は、多くの場合域内に、京都市と滋賀県を移市の二つの都道府、県庁所在地を含むため、京都府と滋賀県を合わせた省である、刑事や、漁師から一時ずつ取った、刑臣が、そのまま、 京都都市圏の別称として用いられる場合がある。琵琶湖に面する大津は平安時代から江戸時代にかけて北国、東国と京都を結ぶ外交の役割も担っていた。都市圏の範囲とその人口は都市圏の定義によって様々であるが一例として2015年国勢調査を基準とした京都都市圏の都市圏人口は約280万人で、これは東京都市圏。 大阪都市圏、名古屋都市圏に次ぐ日本で第4位の規模である。範囲は京都府中部から滋賀県の琵琶湖南岸に及ぶ。2010年の域内総生産は10.1兆円である。京都都市圏を指してグレーター京都あるいは京都圏と呼ぶこともある。また、京都都市圏、大阪都市圏、神戸都市圏等を合わせて一つの都市圏とする見方もあり。 その場合は、京阪神、京阪神大都市圏、近畿大都市圏等と呼ばれる。行政の取り組みとしては、滋賀県、京都府、大阪府の30の自治体で、ネットワーク形成が進められ、パートナーシップが結ばれている。北部に、丹波高地、東部に、大海盆地と琵琶湖、南部に、京都盆地、西部に、北摂山系が広がり、平山地と笠木山地をつなぐ山地が、 南北に横切っている。なお、京都市に隣接している、八幡市は、戦後しばらくして、大阪都市圏となった。また、京都府南部に位置する聖火町、笠木町、和塚町、及びかつての鴨町、木津町、山城町が合併した木津川市などの地域は、奈良都市圏でもある。京都都市圏自治体ネットワークの市長と、都市雇用圏京都都市圏自治体ネットワークでは、 国勢調査、従業地、通学地集計結果において、京都市への就業、通学者の割合が、おおむね5%以上の自治体を、経済、社会的に強い結びつきを持った一体的な権益と、みなしている。1995年に設置されたネットワーク会議に、参加する滋賀県、京都府、大阪府の30市町の人口の合計は、2020年時点で、 約379万人。京都市近隣の各自治体における2015年の京都市への就業、通学者の割合は以下の通り、の自治体はネットワーク会議に参加していない。清水寺と京都盆地の夜景大津港の夜景2015年、国勢調査、常住地による、従業、通学市区長村別15歳以上就業者及び15歳。 以上通学者数に基づいた京都市を中心市とする都市雇用圏の人口は約280万人。京都市に隣接している市長の内跡市、滋賀県高島市、大阪府高月市、島本町は京都都市圏に含まない。京田辺市は2002年の JR 片町線の輸送改善以降、大阪への通勤の利便性が向上したことにより、京都都市圏から 大阪都市圏に移行していたが、2015年には、再び、京都都市圏に戻った。京都府南部の木津川市、聖火町、笠木町、和津町は、大阪都市圏である。京都府の都市雇用圏はこの他にも中端地域に、舞鶴都市圏、福知山都市圏があり、深田家でも三都市圏が存在しているほか、前述のように、八幡市や木津川市、 および聖火町や笠木町や和塚町の西山町は大阪都市圏、南山城村は伊賀都市圏であるため京都府に関係している都市圏は全部で5つとなっている通勤率が最も高い自治体は京都府向こう市の41.9%であり以下は通勤率上位10の自治体である上記の市町村に関わる合併などの近年の変遷を以下に示す 国土交通省の都市、地域レポート2005では、人口10万人以上で、昼夜間人口比率が1以上であり、20km 以内に並存する京都市と草津市を各都市として扱い、一つの県域に連結させて、京都、草津都市圏を設定した。中部県広域地方計画の検討資料では、草津県域を内包する京都県域の名前で呼ばれている。 県域を構成する各自治体の人口の合計は2020年時点で約300万人。京都市による2001年策定の京都市基本計画では都市構造を示す図において京都都市圏として南端、おとに南山城、湖南、大津、湖山を例示している。京都府による2005年策定の京都府交通需要マネジメント施策基本計画では 京都府のお,およそ丹波町以南の都市計画区域を京都都市圏として扱っている。京都駅を中心に JR と近鉄の路線が放射状に伸びている。放射状に、名神高速道路、京都縦貫自動車道、第二京阪道路、京奈自動車道、琵琶湖西縦貫道路が伸び、環状に、ケージバイパス京都第二外環上道路、 建設中の新名新高速道路が位置する。ありがとうございます。